どうもこんにちは、なっちでございます。5月の19日火曜日です。昨日から、セカンドチャレンジですね、あのゴッドベース無料100連の、セカンドチャレンジが配布され始めたんですけど、配布しきられたのは朝方なのかな、これ7時間前になってるんで、そうですね、今撮影してるのお昼なんですけど、朝方に配布されたみたいです。後から集計したっぽいしね、時間はかかったんでしょう。ということで引きます。いや、これは大チャンスよ。最近ね、あのシェリングフォードの武器、まあ最近から始まったわけでもないけど、あの武器が本当に欲しい。あとファガンもすごい欲しい。で、このガチャ確かね、プラスがつかないんで、ファガンかシェリング引けたらもう最高ですね。逆にここでゼラとか引いちゃうと、ちょっと複雑ではあるよね。いらなくはないんだけど、全然。さあ、ということで、とりあえずこっち引きましょう。こっちは、まあ、めちゃくちゃ運が良かったら、アルジェとか出る可能性がありますけど、狙いはアルテミスで行きましょう。そんな欲張ってない。フェスゲンが欲しいとは言っていない。クワガタくんだ。武器であったら、まあ強いかな、みたいな覚醒してんだよな、こいつな。オッケー。こっちが今日は本題だからね。いや、だいぶ確率は高いはず。いきます。何が出るかわかんないけど、動くんだよね、絶対ね。あ、でも目の穴だったら動かんのか。いきます。頼む。頼む。いや、ほんとお願いね、シェリングかファガンね。プラスがつかない機会はそうないんで。出たよ。プラスないね。やっちゃったね。いや、もう進化、早速進化。やった、めっちゃ嬉しい。いや、これは嬉しいでしょ。なんか久々にワクワクしたし、久々ですね、こんなキャラが引けて嬉しいのはね。いや、まあもちろんね、そのアルジェを初めて引いた時とかアルテミスを引いた時は嬉しいんですけど、いや、これはだって1点狙い1の1点狙いだからね。やった、ついにゲットです。いや、このね、スキルじゃなくて最近スキブを持ちながら耐性があるっていうね、この武器に価値が出始めてるんで、変身系とかのね、アシストに。いやー、マジで後悔はないですね、もうね。欲を言えば2枚欲しいんだけど、まあそれはフレンド枠とかでやればいいんで、まあファガンだな。ファガンがスキブ稼げて雲つけれるから、アルジェにすごい相性がいいっていう、まあそのファガン問題はまだ抱えつつありますが、ファガン交換しときゃよかったなぁ。僕ゼローグ交換しちゃったんだよな。今更後悔。まあ、またね、こういうチャンスがあった時にファガン狙っていきましょう。はい。ということで以上、ナッチでございました。バイバイ。こっちにもあったんですいません。終わる終わる詐欺しました。こっちも引きます。まあ、ビオランテはね、気軽に引けばいいんで。欲を言えばノルザが欲しい。ノルザ2枚欲しいよなって思いつつあったんで、ノルザが引けたらいいんだけど、まあそんなうまくはいかないでしょう。本命ノルザ予想サレーネ、その辺が来る気がする。だーれだ。おー、なるほど。いや、これは普通にさ、世間的には当たりよね、ファスカってね、一般的にはね。ありがとうございます。いや、これ本赤でも引け取ったら嬉しかったな。ファスカは普通にプラスがないファスカはどうかと思いますけどね。プラスないガチャにこんなに価値があるとは。石5個でいいからたまにはやってほしいよね。普通のゴッドですね。はい。今度こそ終わります。以上、ナッチでございました。バイバイ。